墨田区京島。東武鉄道曳舟駅、京成曳舟駅の間に立地するイトーヨーカドー曳舟店。この4階に出店するのが好文館イトーヨーカドー曳舟店。オープンは2010年、駅前の好立地で10年以上地域の方々に親しまれている町の本屋です。好文館イトーヨーカドー曳舟店は、広島に本社がある、広島で100年間以上、歴史のある、好文館というチェーンが、東京に、進出した、お店になっております。出版社が東京に固まってるっていうこともあり、地方の本屋がなかなか情報を取ったりするのに時間がかかったりという、そういうふうな苦しい思いもあり、うちの100年歴史がある広島の思いをぜひ東京の皆様にも知ってもらいたいという、そういうふうな思いもあり、初めて東京の方に出店したというような経緯がございます。好文館は広島に本社を置く書店チェーンということもあり、イトーヨーカドー曳舟店では広島関連の本を数多く取り揃えています。店内でも多くの売り場スペースを設けているのがコミックとライトノベル。好文館イトーヨーカドー曳舟店は地域の書店チェーンが集まり、さまざまな特典付きでコミックやライトノベルを販売するコミラのプロジェクトに参加し、大々的にコーナーを展開。地元作家の書籍販売にも力を入れています。一番のところでは畠山先生のオケラ長屋っていうものが地元の商品で、非常に大きく展開させていただいております。うちがオープンしてすぐに先生が初めて本を書かれたということで、その縁からこちらの方ではずっと本を展開させていただいて、お客様もその本を取っていただいては喜んでいただいているっていうのをよく見かけますので、うちとしても喜んでおります。2010年にオープンした好文館イトーヨーカドー曳舟店。オープンして間もない頃に東日本大震災に見舞われるなど、大変な状況の中でも地域の来店客に支えられ営業を続けてきました。ちょうど震災のちょっと前にオープンをしたんですが、震災の時とかもこう本を買いに来ていただいたりとか、何か特別なものをこう提供するというような感じではなく、肩をこう張らないで本当にこう気楽に来ていただいて、自分が必要なものを手に取っていただける、そういうふうな感じになっていければと思っておりますし、お客様にはそのように使っていただければと思っております。やはりこう本の出会いっていうのを大切にしていただきたいなと思い、お店をしております。いろんな本があるかと思うんですね。役に立つ本や、ただ楽しい本とか、そういういろいろな本を何でもいいのでお客様に届けて、出会いの機会っていうのを多く作っていただければなと思って、こちらの店舗を作っていっております。今書店業界はかなりこう苦しいという状況になっていると思います。でもその中でも好文館イトーヨーカドー曳舟店で本を買っていただいて、喜んでいただいてっていうのはずっとずっと続けばいいなと思っております。そのように長くずっとお客様にとって、身近であって喜んでいただける、そういうようなお店をこれからも長く続けていきたいと思っております。専門店に匹敵する豊富な種類を取り揃えるコミックとライトノベル。好文館の東京進出第1号店として地域に親しまれる店作りを心がけ、これからも曳舟のこの地で本の魅力を伝えていきます。